近藤健介、このチームで勝とうと思ってはいけない。近藤健介1年前、このチームで勝とうと思ってはいけない。僕だけ浮いてしまう。いいの、いいの。かわいそう。なおハムファンは裏切り者扱いしてボロクソ言う模様。なんでハムは引き止めなかったの？脱出成功。これを叩くよハム。この状態から WBC 矢印ホークス行くのめっちゃ楽しいやろな。天秤にかけて大型契約もらってちょっと叩かれたけど、WBC でめっちゃ結果出して、そのままシーズンも調子ええ感じにスタートしてるの完璧やな。ハムさんはかわいそうやけど、こいつの全盛期はこっから数年やと思う。これさすがに心情も聞いたのか言い訳モード入っちゃったよな。WBC でかなり活躍したから何言っても許されるぞ。うわぁ、これほくろいじりやっけ？この落差よ、光と闇、心情嫌いを隠そうともしとらんね。金が目的なら最初に FA 取った時に移籍するからな。昔はファイターズ愛あったところが泣けるわ。いいの、いいの。ハム愛というよりガック愛あったんやろ。何がどうなったら選手にこんなこと言わせることになんだよ。ハムはどこで道間違えたんや。こんなチーム作りたかったわけやないやろ。晩年ガックで崩壊してたチームを立て直すには一年犠牲にしなきゃ無理だったと思うで。WBC 中すごく楽しそうな顔してたよね。笑顔戻って何より。ご視聴ありがとうございました。